オホーツク紋別空港は1966年に北海道のオホーツク海沿岸に旧紋別空港として開港し、1999年に現在の新空港の場所に移転してスタートしました。空港の歴史は後ほど説明しますが、開港時から利用客の確保に苦戦しており、2007年から現在までの15年間は東京羽田便のみ1日1便だけを ANA が運航しています。最寄りのエンガル駅まではバスで1時間以上かかり、鉄道がある地域では駅から最も離れた立地にある空港と思います。今回は2日間の滞在でしたが、存続が危ぶまれている中で、ありのままの大自然と温かい地域の人々に支えられている素敵な空港でした。それでは建物に入ってみましょう。ここからは空港の苦悩の歴史です。他の空港とは異なる歴史を刻んでおり、少し長くなりますがお話ししたいと思います。紋別空港は1966年5月、沿岸地域と道央を短時間で直結できる空港を目指して、北海道を代表するゼネコンの千崎工業、当時の千崎組の施工で完成しました。オホーツク紋別空港の名前の由来はオホーツク海と紋別市。オホーツクはロシアのハバロフスク地方にある人口5000人ほどの小さな港町で、現地の言葉でオホータ、狩猟と、ク、町を合わせて狩猟の町を意味していると言われています。紋別の由来はアイヌ語のモテ、静かな川、カニの爪のオブジェがある道の駅オホーツク紋別の隣を流れるモベツ川にちなんでおり、日高地方の紋別特別するため、オホーツク紋別や北見紋別とも言われています。紋別空港は開港前から採算面の問題で、大手航空会社から就航を断られるなど、建物完成後も就航便が決まらず、完成3ヶ月後にようやく稚内利尻便の運航や弟子鹿での遊覧飛行を行っていた後の横浜航空による旭川、岡玉の2路線の就航が決定し、旭川線は同社単独で、岡玉線は日本国内航空との共同運航により就航しました。就航後すぐに懸念された採算悪化が表面化し、岡玉線の搭乗率は 34% と低調で、旭川便に至っては計8便で乗客10人とプライベート機か空気輸送の状態で、すぐに廃止となり、市の助成金と遊覧飛行でなんとか航路を維持している状態でした。1972年5月30日、事件が起こります。朝9時に紋別空港を離陸した岡玉行きセスナ400に10人乗り総発機のそよ風号が悪天候から月形町の山腹に激突し、
乗員乗客10名全員が亡くなる事故を起こし、丘珠線は就航停止となり、紋別空港は定期便を失いました。定期便がなくなった後、視界の良さと騒音問題がないことから、パイロットの訓練空港としてなんとか生き延び、就航停止から2年5ヶ月後の1974年10月、日本近距離航空による丘珠便が復活しました。1980年には、地元要望から丘珠線を2便に増強。翌年には、機材を YS11 に改め、所要時間を50分に短縮。しかし、64人乗りの YS11 の座席は埋められず、逆に搭乗率は 30% 台と低空飛行が続くこととなりました。1989年、地域輸送を担っていた名寄本線が全線廃線になり、代替需要を狙って新たに千歳線を就航。その後、ジェット化と東京便就航の機運が高まり、1994年、新空港の建設に着手しました。しかし、バブル後の景気低迷と高速バスの台頭から、開港前から輸送需要は減退し、新空港の開港前年には、新千歳線が運休。平成不況真っ只中の1999年11月、現在の新紋別空港が開港し、念願のジェット機で新千歳便が復活、2000年には羽田便が就航しました。しかし、引き続き搭乗率は伸びず、翌年には使用機材の小型化を優先して、ジェット機による新千歳線を諦め、YS11 による丘珠線に変更したものの改善せず、2003年には丘珠線が廃止となり、札幌への定期路線を失いました。その後、唯一の羽田便の搭乗率も 50% 台にとどまっており、さらにコロナ禍で3割まで落ち込んでいる中ではあるものの、地元の熱意に支えられ、魅力ある観光資源と非日常感を武器に、大いなる復活が現実になることを願っています。
はい、失礼いたしました。こちらお持ちください。Cabin attendant, stand by at door. 業務連絡です。Cabin attendant, check flight bar. Star Alliance member, ANA 東京行き376便をご利用いただきましてありがとうございます。今日はこの飛行機の到着が遅れたため、皆様の機内へのご案内、並びに出発が大幅に遅れておりますことをお詫びいたします。Thank you.
皆様の到着が遅れ、ご迷惑をおかけしたことをお詫びいたします。